芝浦駅にやってまいりました。ここはね、男女7人、夏物語の初江の会社の近くにあった駅という設定でございます。そうでしょう、この辺でね、2人がね、こう見てるっていうシーンもこの辺だと思いますね。はい、こうやってね、こんな感じでしょうかね、2人が話してるシーンもございますね。でね、奥の方からね、和江が一応ね歩いてくるんですけど、やっぱだいぶね当時とはだいぶ違いますね。こんな感じですね。はい、そんな感じです。ね、和江がここの階段を登って、ミキさんに会いに行くっていうシーンもね、ちょうどね同じでございます。この駅はね、本当にね、まあ横浜のね秘境っていう呼ばれてる駅でして、この駅自体はですね、なんとね、東芝の敷地内にあるんですよね。なのでこの駅に来たのはいいんですけど、こっからね外に出ることもできないし、でね、一応ね海芝公園っていう公園があるのかな、ここに、ここに近くに公園がありまして、ここから右がね一応ね東芝の敷地内で、ここの中だけはね一応入っていいみたいらしいんで行ってみますね。ですからね、もうこの、まあ、景色を見る分にはここ素晴らしいとこですね。あれ横浜ベイブリッジになるのかな、ちょっと分かんないですけど、はい、この敷地内のロケ地としてはね、あの和江がですねビラを撒かれた場所っていうのがあるんですけど、そこをねちょっとね僕ねちょっと今敷地内ここね本当にね電車の本数が全然少なくて1時間に1本とかで、こっから帰るには電車に乗って帰るしかないんですよね。で次の電車がですねもう5分後ぐらいに出てくるんですけど、それを逃しちゃうと今度あと1時間半後ぐらいになるんですよ。なので1時間半ここのねなんか小さなね公園でね過ごさなきゃいけないので、ちょっとね慌てて今撮ってるわけなんですよね。はい、東京のお台場でございます。でミッキーさんと凌介がこうねここにデートにしに来た場所っていうのがね、でね、桟橋も、ま、中央に見えまして、ね見にくいですけど奥の方にねあの、東京タワーですね見えますかね、奥もう右の方にね黒い線の入ったビルっていうのがねおそらくこれだと思うんですよね。まあ一番変わってるのがこのあれですね、このレインボーブリッジですね。レインボーブリッジがあって、この後2人がね、ここ左の方ですかね、ずっと歩くシーンっていうのがございまして、おそらく、あのドラマだとね、後ろにね、あの高いビルなんて全然ないんですけど、もうね、今はもうこの状態ですからね、はい。というわけで、東京お台場、ちょうど夜のシーンですね、あのなんか、石垣があってそこでなんか座って2人が座ってさ、いるっていうね夜のシーンございますけど、どうでしょう、夜のシーンですが凌介とねミキさんがねキスをしようとするわけなんですけど、ミキさんに拒まれるってシーンがねまさしくここでございました。はい、はい、東京都今ね日比谷シティ来ております。第5話でね凌介とねミキさんがね2人、居酒屋で食べた後に今度ね最後キスをするシーンで、2人が歩いてる場所はここかなね、このアングル全く一緒ですね。はい、銅像があるんですけど、銅像ちょっと探したんですけど見ての通り銅像がないんですよね。この辺にねあの占いのねあったのかと思いますけどね。はい、ちょっとねやっぱねまあ、はい、そしていよいよですね巣をする場面なんですが、ここの地下入り口ですね、ここなんですね。入ってみますか、どうでしょう。このね入り口のアングルがねちょうど同じですね。ここまでドラマで最後出てきまして、キスをしてるのははいズバリここですね。はい、ここでね2人キスをしました。ここ先に、ちょうどですね下からのアングル、このちょうど同じアングルありますかね。後ろにある電灯はないですけど、サンマがここにいて、下に、ミキさんがいるとね、
そしてね、ここでこう抱きついてからのとこうキスをするっていうのはね、まさにここでございます。はい。